牧場が広がるある草原でのお話です。男の赤ん坊ダフニスと女の赤ん坊クロエが成長し恋に落ちて結婚するまでが描かれています。ある日ホラー穴に落ちて泥まみれになった体を洗うダフニス、その姿にクロエはときめきを覚え、ある日うたた寝をするクロエの寝顔をダフニスは開かず見つめ続けました。牧場での仕事をしながら少年と少女のときめきはますます高まります。そしてフィレータースという老人に出会った二人は彼のお告げの通りに口づけをし抱き合います。でも恋の媚薬とはなりえませんでした。やがて寒い寒い冬が過ぎ待ちかねの春が訪れます。しかしダフニスとクロエは恋の季節を迎えた牧場の羊やヤギたちのように高ぶる気持ちを満たす術を知りませんでした。クロエはますます美しく成長し求婚者が次々と名乗りを上げます。貧しく結納金もないダフニスは困り果ててしまいましたが、お告げに従い岬へ行くと結婚の許しを得ました。やがて二人は本当はお金持ちの生まれだと明かされます。でも二人は今まで通り村での暮らしを選びました。やっと思いが叶った二人の結婚を祝して夜通し宴が続きました。